昨日最近なんかハマってる、パスタにハマってるよ、今日ですねランチどこ行く、まあおすすめのパスタ教えてよ、まあなんでこんな会話ができるかっていう、この記憶があるからおすすめのパスタ教えてっていう風になってます。厳密に言うとこの会話履歴ってその人との記憶てかスレッドって人なんですよね。で新しいスレッドで同じ質問をします。それって昨日話した人とは違う人に質問してるっていうことになるんですね。つまりスレッドは記憶を持った人なんで、むやみに毎回新しいスレッドを立てるんじゃなくてね、有効活用しましょう。こんにちは、業務改善プログラマーのカジムです。前回はプロンプトのですね、相手を LLM を意識すると、どういった人物かを意識してプロンプトを書くのか、それができればテクニックなんかいらないよという話でした。今回はプロンプトの本質を探るスレッド記憶というところになります。まあ、スレッドというのは、LINE とかですね、会話履歴がですね、一単位でこう残ってると思うんですよね。その一つ一つスレッドというふうに思っていただければと思います。まあ、チャット GPT でも、その時した会話がね、スレッド単位で残ってると思うんですけど、そのスレッドですね。まあ、これでですね、使い分けることでうまく文章生成 AI を操ることができるよというお話になっています。それでは、ちょっとスレッドのやり取りを簡単に見ていきたいと思います。例えば、最新の iPhone のモデルの容量は、みたいな。こうやって知りたいことがもう明確に分かっている場合はですね、まあ、ゴールまでの過程がもう明確なんだっていう時は、まあ、一回で聞いて、まあ、すぐ返答が来る。まあ、そんな感じですね。で、もう一個は、ゴールまでの過程がちょっと曖昧な場合ですね。こういった時は一つずつ聞いて、まあ、会話を重ねながら回答を導いていくっていうところがあります。で、これが、まあ、どっちがいいのかっていうのは、まあ、どっちでもいいんですよね。で、あえてこれを使い分けるとしたらですね、一回で、こう、理解してもらうっていうところで言うと、まあ、プレゼンみたいなものです。そして、ここの中身はですね、前回、動画にした部分だと思うんですけど、人に分かりやすく伝えるためにはっていうところで、まあ、こういったところが必要かなと思います。で、まあ、プレゼンみたいなものなんですよ。一回で、相手に理解してもらうということなので。だから、緻密な、まあ、組み立てが必要で、で、かつですね、まあ、ゴールまでの過程がしっかり明確になっていればいいですね。そして、これはですね、一回で伝わるということはですね、この一つ作ってしまえば、他の人もですね、使えますし、他の人でも同等の回答が得られるのですね。まあ、汎用的なプロンプトを作るっていう場合にもかなり有効な考え方だと思います。そしてもう一つはですね、会話を重ねるというところです。まあ、ここは会話を重ねれば重ねるほどですね、まあ、勝手にこう具体化をしていきます。なので、過程がですね、ゴールまでの過程が曖昧な場合は、まあ、会話を重ねていこうよと。で、整理しながら具体化していこう。という、まあ、使い方になります。で、ここで重要なのはですね、この話せば話すほど勝手に具体化するっていうところがポイントになります。例えばですね、昨日最近なんかハマってるっていうふうに言われて、あ、パスタにハマってるよという会話をしました。そして今日ですね、ランチどこ行くって聞いたら、まあ、おすすめのパスタ教えてよっていうふうに向こうから来たんですね。当たり前ですよね。だけど、これ、このスレッドでのこの会話履歴っていうのは、いわば記憶の役割になるんですね。まあ今の会話だけを見ると、まあなんでこんな会話ができるかっていうと、まあまあ、昨日ですね、パスタハマってるよっていう話をした。この記憶があるから、おすすめのパスタ教えてっていう風になってます。まあこれ、当たり前っちゃ当たり前ですよね。で、これ厳密に言うと、この会話履歴ってその人との記憶なんですよね。だからスレッドって人なんですよね。なので、また別のスレッドを立てて、新しいスレッドで同じ質問をします。それって、昨日話した人とは違う人に質問してるっていうことになるんですね。なので、違う人に同じ質問、ランチどこ行くの?なんて言ったって、最近なんかハマってる?という返事になってしまうんですよね。パスタ行こうっていうふうにはならないんです。なぜなら記憶がないからです。つまり、スレッドっていうのは人であって、会話履歴というのはその人との記憶になるんですよね。つまり、スレッドは記憶を持った人というふうに認識した方がいいです。なんで、むやみに毎回新しいスレッドを立てるんじゃなくてですね、有効活用しましょう。例えば、あるスレッドでは、Excel の質問をしています。
で、あるスレッドではメールの返事について、聞いています。で、再びまた Excel の質問がしたいなっていう時は、この Excel を質問したスレッドでした方がいいと思います。こんな風にカテゴリーを分けてスレッドは使っていくといいと思います。なぜなら、この会話履歴がですね、記憶になっているからなんです。まあ、親に話す内容とか友達と話す内容ってこう違うと思うんですよね。まあ、そんな風に分けていく、カテゴリーを分けるようにスレッドも分けるっていうのがいいと思います。で、なんでそうなるのかというところを説明したいと思います。はい、前の動画のスライドになるんですけど、ここが重要になっています。前回、前の動画でこういうふうに言いました。LLM というのは文章を次に来る確率が高い文字をつなげて出来上がっていると。今日はの後に来る選択肢の中から確率が高いものをつなげて、で次につなげて、確率が高いものをつなげてっていうふうに文章が生成されると言いました。これがですね、先ほどの話の記憶を作っているポイントになります。例えばですね、在庫データを集計したい。まあ、計算したい。みたいな質問をしたとします。で、ちょっと見にくいかもしれないんですけど、新規スレッド、こちらを見てください。新規スレッドで在庫データを、計算したいですというとですね、まあ、多分、プログラミングか何かで回答し始めると思います。で、これはですね、この文章に続く文字を生成しようとするからなんですね。なので、勝手に予測を立てて回答し始めます。こんな風に質問文に続く文字しか考えられない。だけどですね、例えば過去にこういうスレッドがあったとします。で、中身はこういう会話をしていました。Excel の数式を教えてください。まあ、どんなことですか、まあ、売上データを集計したいんです。みたいな、こういうやり取りがあったとします。で、この続きにですね、在庫データを計算したい。っていう風に質問をします。そうすると、この過去のやり取りと質問文を合わせた後に続く文字を考えていくんですね。なので、この中にはですね、Excel とか売上とかいろいろこう入っているので、Excel で集計するっていう方法を回答し始めるんですよね。つまりですね、新規スレッドよりも文章を生成する方向性が決まっているんですね。まあこうやって連想する言葉の方向性、まあこの後に続く文章の方向性、まあ、つまり具体性がもう高まって決まっているというふうに言えるんですね。だから記憶として働くというふうになってるんじゃないかなと私は思っています。で、逆に言うと会話履歴に回答が引っ張られるとも言えます。なのでそこは分けて使いましょう。引っ張られたくないときは新規スレッド。で、同じような質問を続けてしたいときは、過去のスレッドの続きでやる。こんな風にですね、使い分けていくといいんじゃないかなと思います。まあ、最近はチャット GPT にですね、メモリ機能といって、記憶させたい内容を登録できたりしますので、そこら辺もうまく使うといいんじゃないかなと思います。それでは、ここまではですね、プロンプトの考え方をですね、2つの動画で整理していきました。次回はですね、じゃあ実際にプロンプトを書くというところをですね、少し紹介できたらなと思っております。それではまた次の動画で。